清水エスパルスの河合陽介です。20代の献血者の数はおよそ 18%、 20年前の半分になってしまいました。20代の皆さん、献血に行きましょう。清水エスパルスの八田光平です。20代を中心とした若者の献血が少なくなっています。このままではどんどん献血人口が減ってしまいます。皆さんも献血にご協力ください。清水エスパルスの柏悟です。血液は長く保存ができません。春先の血液不足を補うために皆さん献血にご協力ください。清水エスパルスの鍋田アドムです。血液は人工的に作れません。輸血を必要とする人たちのために定期的に献血に行きましょう。